皆さん、こんにちは。上野貴子の俳句 TV。今回、ゴールデンウィーク特番の第2弾ということで、今回もね、上野貴子の俳句の旅より、芭蕉の一句をご紹介したいと思います。まず前回、芭蕉が読みました5月の一句ということで、5月という言葉が入っている句をご紹介したんですけれども、実はですね、あの後、私もう一度きちんと資料をこう読み漁って調べてみたんですね。もう一度調べましたところ、実は奥の細道の中にもう一句、皆さんよくご存知の句が隠れておりました。今日はその句をご紹介したいと思います。実は、こちらなんですけれども、さみだれの振り残してや光堂。と、こういう句を芭蕉は奥の細道の中で読んでいたんですね。これをね、ちょっと見逃してしまいまして、これはいかんと思いまして、急遽第2弾ということで、もう一度芭蕉の一句を放送させていただきたいと思います。コメントが入っております。ありがとうございます。内山さん、ありがとうございます。プライベートウォッチの内山直樹さん、ありがとうございます。今日はちょっとね、特番なんですけれども、ぜひご覧ください。ありがとうございます。はい、それでは続いていきたいと思います。コメントがね、入りましたところで、今日は見てくださっている方もいるということでね、ゴールデンウィークですので、ステイホームのね、ゴールデンウィークということで、まあ、これまでにないね、ゴールデンウィークなんですけれども、まあ、じっくりと、こういった時にね、もう一度、芭蕉の句を読み返してみたりするのもいいのではないかなと思います。ということで、前回のね、5月というこの言葉、この中で、芭蕉が生涯にこれを、5月という言葉を使った句っていうのを、調べてみたんですけれども、どうも生涯では、なんていうんですか、はっきり5月っていうこの字をね、使っているのは、私がこの前からの間に調べたところでは16句あったんですね。まあ、16句、一生の中でね、この言葉を、まあ、発表した、編纂された書物の中で16句ということなので、まあ、多いのか少ないのかね、わからないんですけれども、まあ、16句あったということなんですね。で、奥の細道として集約したところでは、何句も結構あるわけなんですよ。で、奥の細道って、こう、何ですか？江戸から、江戸の芭蕉庵から出発して、そして大垣に至るまでの間ですから、春に出発して、確かこう、秋ですかね、なんかに、こう、最後、たどり着いているんですよね。ですから、そんなに、なんて言うんだろうな、一生のうちでは長くない期間ですよね。なので、その中で5月っていうのが何句もあるっていうのは、すごく多いんじゃないかなって、私はなんですけどね、思ったんですね。前回、3個あって、そして今回、この平泉の章の中に1句ありました。5月なんでね、この5月という句を、こう芭蕉の句の中から探しているんですけれども、奥の細道の中で、平泉、皆さんね、よくご存知の中尊寺なんですね。平泉の中尊寺でこれを読んだって言われています。この光堂の句を読んだと言われているんですよね。なかなかね、これはね、名句だなと思います。言われてみると、観光地ですからね、中尊寺もね、皆さんご存知の方多いと思うんですよ。まあ、中尊寺といえば、下にね、
ちょっと流させていただいておりますけれども、中尊寺といえば藤原三代っていうことで、この藤原三代の栄華を誇る、この光堂、これ昔は金色堂って言われてたっていうふうにね、残ってるんですけれども、金色堂と言われた、こう、金色に輝くお堂だと言われていたわけですよね。で、この藤原三代の亡くなられた、そのご遺体だとか、いろいろな宝物がたくさん収められていて、もうその三代の栄華を誇った、もう金ピカの、光堂、金色堂なんだっていうようなものがあったと。そして、藤原三代ですから、まあ、平安と源平合戦の平安時代から鎌倉時代に、至るまでの、平安の時代の、栄華を誇った一族なんですけれども、その一族が長い歴史の中で何度も何度もさみだれが降り続き、何回も何回も5月を迎えた何年もの間のこの長い年月なんだけれども、場所は江戸時代にそこを巡っていった時にも、この光堂は黄金に輝いていて、今でも長雨の中に金ピカのまま残されていることだなぁと、なんという長い年月の不思議だろうか。何回さみだれが降っても金色堂は金ピカに光り輝いていて、すごいなぁと、藤原三代の映画ってすごかったんだなぁという、そういう感じの感慨深い一句となっております。で、私はね、この句を実は見逃したというのが、下に今、次に出てくるんですけど、この、出てきましたね、夏草や、つわものどもが夢の後。この句がね、すごく印象的だったんですね。やっぱり、この光戸ももちろんなんですけれども、中尊寺といったら、藤原三代の映画、これがなんかすごくイメージ深いですよね。もうそのための、光堂ですから、中尊寺ですから、もうそのことがやっぱり印象には一番深くて、そして強者どもが、もう本当にもう金ピカの夢のように、映画を誇っていた時代が夢のように過ぎ去ってしまって、藤原の、鎌倉時代がやってきたんだと。それとともに、徐々に衰えていった、この、中尊寺の平泉のあたりの、この、つわものどもが夢の後だな、という、夏草。このね、夏草やの句。夏草やと始まってるじゃないですか。さみだれっていうのはこうね、季語なので、夏草やってこの始まっている歴史の重み、長さ、こういう、そして夢。このね、歴史のロマン、そして、まあ、やはり場所も男性なのでね、やはりそのね、一生に名をあげるというこのね、夢が、男子一生の夢が、やはりこう、破れていく戦いの中でしかも時代が変わっていく、そういう大きな、こうね、時代の渦の夢の中で一句読まれたという、夏草や強者どもが夢の後というね、こっちの句がですね、私はどうも印象に深かったんですね。そこで、同じ平泉の章で、同じ平泉の中なので、短い章ですからね、一緒に書かれている、このさみだれの句。これをね、つい、見逃してしまいました。これはね、非常に恥ずかしいことなんですけれども、なんかこう、やっぱり中尊寺って言ったら、さみだれ自然を読むよりも、つわものどもが夢の後、やっぱこう、こっちですよね。こっちに気を取られてしまったんですね。でもやっぱりね、この光堂の句、これも本当に有名ですよね。うっそうと茂った、古いというかこう古いですよね。それこそね、昔からある杉の、こう山の坂の上に金色堂が立っている。で、今ではこう二重になってるじゃないですか。金色堂を
保存するために、その周りになんかこう四方を囲んであるんですよね。それがまた、芭蕉の時代にも何かこう重々しい、そういった建物のこう二重のこうなんかあったらしいんですね。奥の細道では、なんかその辺も書かれているんですけれども、そういった、光堂を保存している。だけど、今はこう二重になっている。そういうなんかこう時代の流れみたいなものも感じられて、とても不思議なね、この光堂の句だなと、時代の流れの不思議を読んでいる。ここでも、金ピカに輝いていた金色堂、光堂と呼ばれていて、もう本当に光り輝くようで、時を超えているなという、つわものどもの夢の跡を残してくれてるんだな、という、まあ、この一句。こちらをね、今日は、ご紹介いたしました。同じ五月雨の句なんですよね。五月雨っていうと、なんか、すがすがしくもあり、爽やかでもある5月なのに、しとしとと降る雨ということで、なんか、情緒もあって、寂しさもある。ということで、何かね、切なさを感じさせる、そういう句ですよね。そして、まあね、これはやはり説明みたいな感じになってしまいますけれども、この金色堂がね、出てきているこの句、平泉の中尊寺の句ということで、やはり藤原三代の句なんですよね。清平、元平、秀平という、この三代将軍、藤原の三将、まあ、藤原の三代、が、この、東北を制して、栄華を誇っていたという、そういう藤原三代の時代があったということで、それが、この中尊寺の光堂、金色堂に、現れているということなんですよね。そして、この、芭蕉がね、訪れた時は、ちょうど中尊寺が御開帳の時であったということもあり、光堂を読んでいる。という、ちょうどそのタイミングであったというところもあるようなんですね。そして、それから、その藤原三代というね、この栄華を誇った三代。これが、なぜ、この芭蕉の江戸時代になっても言い伝えられているかというと、ここには、よく、東北にね、よく現れる よく、東北の、歴史のね、史跡によく現れる、例の、藤原の義経ですよね。牛若丸。昔、子供の頃の牛若丸と弁慶。弁慶と牛若丸の、この弁慶と義経。この逸話が、この東北の、この平泉、藤原三代の平泉にも根強く残っているということで、とても、伝説的になってますのでね、義経の物語というのは、ね、義経が現れると美しい海の風景、美しい風景があるとかね、もう牛若丸と弁慶というこの弁慶が一生懸命ね、牛若丸を逃がすというね、このね、美しいこの物語ですよね。この武将のね、美しい物語はもう伝説化されているので各地にあるわけなんですが、この地も、中尊寺平泉も、やはりこの藤原の義経の伝説の地であるということで、言い伝えられてるんですね。この藤原三代が義経をかくまってくれたということらしいんです。そして、追ってくる兄である源頼朝、鎌倉時代を起こした頼朝に、この藤原三代は滅ぼされてしまうわけなんですけれども、そこでね、亡くなったと言われている義経。でも、ここでまた、義経はいつ亡くなったかわからないと、北海道へ渡ったと言われている 逸話もあるし、もう本当に伝説化されているのでね、
その辺は定かではないんですけれども、とにかく、源の頼朝でが兄である、弟の義経が、まあこのね、弟でありながらも、源平合戦ではかなりの、あの武将ということで、かなりのね、功績も挙げているんですが、最後は、こう、兄に追われるような形になってしまったわけなんですね。まあ、その時代のね、流れの因果というのも、すごく、こう、儚い物語ということで、伝説化されているわけなんですけれども、そういった、歴史の流れ、平安から鎌倉に時代が流れていく。このね、時代の流れに伴って、この伝説が平泉の地にも言い伝えられて残っているんだ。という、そういう、一句のようなんですね。はい。いかがだったでしょうか。今日はですね、こういったところで、この平泉三代の栄華を誇った中にも、さみだれの切なさを詠んだ句があったんだ。ということでね、このコロナショックがね、訪れてくるであろう、この後にも、ね、なかなか旅行など行けないかもしれませんが、もし、またね、中尊寺に皆さん行かれることがありましたら、この光堂の句、そして、夏草屋の句、ね、あの観光地に今でも残されている場所の、ですので皆さんね、ぜひ訪れた時にはこの光堂の句を思い出して、さみだれでも降ってたら、金色堂のキラキラ光る中で風情があったんだろうなと、義経も見たのかななんていう風に思いながらご覧になっていただけると、またちょっと味わいも深くなりますしね、感慨も深くなるのではないかなと思います。はい、それではね、今日はこの辺で、上野貴子の俳句の旅よりの一句、俳句の旅、いかがでしたでしょうか。まあ、ゴールデンウィーク、ステイホームですのでね、俳句の旅でも行ってみてください。芭蕉の奥の細道、ね、ぜひ読んでみてくださると面白いと思います。それでは、今日はこの辺で、コメントもありがとうございました。それでは、さよなら。